さてタイガースは先発ご覧の船木まだ今シーズン勝ち星がありません。いきなりこういうヒヤッとするシーンがありました。古田右手、昨日の、ね、延長15回の疲れがあったと思いますよ。避けるのちょっとね上手じゃなかったですね。幸い骨には異常なしということで明日の出場は様子を見るということでした。そしてキャッチャーが野口に変わりました。さあスワローズ1点先行して3回表フォアボール2つにヒットが絡んでブロスはフルベースという大きなピンチを招いています。4番の檜山ワンボールから2球目打ち上げた。あのね途中から出てね一番難しいのキャッチャーフライなんです。特にね神宮の森はね、はい、周りに何もないからね距離感がつかめないんですよ。なるほどね。そしてこの後ですけれどもあれを取っていればという当たりが出ます。檜山インサイド低めの、ね、一番好きなところですね。打ったね檜山は大喜びですけどね野口も何も考えられないような顔しましたですね。でしたね。4対1。さあ4回のテイタムのホームランで4対2となって5回のスワローズ三塁二塁というところで4番に入っていた野口スクイズ、1、2打席目のね、野口の内容を見たらですね、ワンツーというカウントでもう絶対に外せないという状況だったのでねスクイズしましたですね。結果は内野安打。ピッチャーが弓長に代わって稲葉が続きます。これもねエンドランかけたんですよね。野村監督この回ね随所に動きましたですね。動きましたね。吉田監督も動いてこれは3番手伊藤敦則を起用して池山が犠牲フライ、インサイドからの、ね、あのカーブなんですけどね、はい、うまく外野に持ってきましたですね。この回スワローズ3点を返しまして逆転5対4としています。両チーム1点ずつ取り合って回は7回の裏スワローズワンアウトフルベースというさあ大きなチャンス。ピッチャーが川尻に変わりました。宮本に対してデッドボールを押し出し、松井総合コーチがですねインコース来たら避けるなよということを、ね、指示してましたね、そうですか、そして真中がこれはね川尻得意のシンカーなんですけどね、これを打たれるようで川尻もちょっと調子悪いですね。今年はスワローズ今回一気に4点です。真中の走者一掃のスリーベース10対5となりました。ああゲームは決まったかなという感じで8回の表1点返したタイガースなお3塁2塁というチャンスでピンチヒッターの平尾の起用です。山本からさあタイガース止まりません。この後内野ゴロの間に1点を返してフォアボールが2つあってフルベース。ピッチャーは5番手の加藤です。バッターは5番の平塚。どんどんと帰ってきます。同点10対10。なお二塁一塁で星野右中間止まりません。タイガースこの回一気に7点を挙げて12対10という大逆転劇を演じております。ああこれで決まったかな。でも決まらない。8回の裏6番手湯船からホージーがフォアボール。ワンアウト後稲葉が同点アーチ。スライダーなんですけどねこれね、うまくね腕を畳んでこれね本当に打ちましたですよね。14号ツーランで12対12の同点です。どうなるんだろうというこのゲーム。9回、増田から山田が今シーズン第1号レフトスタンドに吸い込まれてこれでゲームに決着がつきました。13対12。4時間38分、タイガースは神宮今シーズン初勝利。タイガースファン六甲おろし鳴りやまず。7度目の完封負けで中日戦4連敗の阪神、しかも相手の先発は和田の左手を骨折させた小池とあって燃えないわけにはいかないと初回ワンアウト二塁としてコールズが詰まりながらもレフト前へ運び8試合ぶりの先制点を奪います。さらに一塁二塁と追加点のチャンスに平塚もこれに続けとライト前にタイムリー。これで宿敵小池を早々とノックアウトします。その後も勢いの止まらない阪神は星野今岡にもタイムリーが飛び出すなど打者一巡の猛攻で大量5点を奪います。守っては4回にも1点をもらい打線の援護を受けた湯船。5月31日以来と久々の先発となりましたが今岡の好プレーなど野手にも助けられ安定したピッチングを見せます。9回には完封にあと1人のところでパウエルに18号ツーランを浴びますが見事完投で5勝目を飾り
投打の噛み合った阪神が中日戦の連敗を4でストップしました。完封こそ逃すもののチームとして30試合ぶりの完投に阪神湯船、最後は悔いが残るけど勝てて本当に良かったですと心地よい汗を流していました。ここまで両リーグトップの11勝をマークしている中日の山本、今日の先発に通算100勝をかけます。その山本を援護したい中日打線は1回ワンアウト1塁で立浪、阪神先発薮の初球をライトポール際に9号ツーランホームラン、チームリーダーの立浪が山本に2点をプレゼント。立ち上がりから快調の山本、4回にも1点をもらいますがその裏平塚に捕まります。シンカーをうまく運ばれました。山本3対1と2点差に追い上げられます。しかし山本には100勝のプレッシャーはありませんでした。今日も低めをつくコントロールが抜群で7回まで毎回三振の好投、2点差を保ったまま切り札孫に託します。孫はきっちりと山本の期待に応え、山本は14年目で100勝投手の仲間入りです。金5、後半戦に巻き返しを図りたい阪神は2回、ヒットの檜山を一塁に置いてバッターは5番平塚。甲子園初見山の横浜先発マホームズからセンターバックスクリーン右に2試合連続の12号ツーラン、阪神先制点を奪います。お得意横浜相手になると元気を取り戻す阪神は4回にもローズのエラーを足がかりに2アウト1塁2塁のチャンス。オールスターではいいところのなかった新庄も横浜戦では詰まりながらもレフトの前へタイムリーヒット、阪神3対0とリードを広げます。阪神先発湯船は好調横浜打線を5回まで3安打無得点に抑えていましたが、6回、目下リーディングヒッターの鈴木貴則にライトスタンドへ13号ソロホームランを打たれ1点を許します。阪神は8回、ワンアウト1塁2塁とピンチを迎えますが、好投湯船をリリーフした伊藤が4番ローズを143のダブルプレー、9回からは田村を投入する必勝リレーで3対1、横浜を下しました。阪神は対横浜戦早くも11勝目、敗れた横浜はまたも5割復帰とはなりませんでした。ポイント来た、手を打つぞというね、見てくださいこのオーダーね、一気込みですね、はい、檜山コールズを外してこういうスターティングラインナップです。先発スワローズボロスは6月の26日以来1ヶ月以上白星ありませんが、立ち上がりいきなり先頭の9時フォアボール、いや球は速いばっかりでね、上ずってましたね。そして今岡を送ってワンアウトセカンド、3番は関川です。初球を打って三遊間、ベンチでボロスのねピッチング見ておったらね、平塚これから打つんですけど、ね、はい、まあもうコントロールが良くないんで、そうなんですよね、初球のねボールをもういきなり簡単に打ちに行くんですよね、これはボインヘッドですね。初球を打ってキャッチャーのファールフライ、まあ大体これでチャンスというのはついえるものなんですが、ね、まあ、続く5番の八木が粘ってフォアボール、そして6番の星野に打順が回ります。2アウトフルベース。その星野はまたブロスに対して今日はよく粘りましたね。そうですね。9球まっすぐに鍛えた球ばっかりね、はい、放られたんですけどね。古田も満塁なためにですね、変化球放れないんですよね。そうですね。それをよく捕まえました。10球目を打って、まあ内野安打ですが、2人が帰ってタイガース2対0です。そのタイガースのマウンドは中込。先発は6月の29日以来。2回の表スワローズ4番古田から。うまいですね、カウントの若い時はね、中込はストばっかりでストライク取りに来るというのは分かってるんですよね、はい、稲葉のセカンドゴロでワンアウト三塁からテータムはセンターオーバーあわやの当たり、そうですね、そのチャンスピンチにね、こう簡単に勝負に行くっていうのはちょっといただけないですね、はい、2対1です。3回に両チームチャンスを潰して4回裏タイガースワンアウトからピッチャー中込フォアボールで藤野のドラッグバント、うん、このアイディアはね、特質問ですね、そうですね、これが記録はね、エラーになってますからね、そうですよね、一塁二塁で今度は2番ルーキーの今岡、7球目右中間、目の覚めるような2点タイムリースリーベースになります。さっきの星野といいね、今岡といいね、この若手が働いてくれるんで、もうしのいはもう大喜びじゃないですか、ね、そうですね、そして今日はこの打順がうまくつながってましたね、そうですね、6回の表スワローズワンアウトランナーセカンド中込はここまでヒットを8本打たれているんですが、葛西にマウンドを譲ります。そうですね、まだ4対1だったんですけど、
けどもね、はい、あのピッチャーを合わせて変えるところじゃないんだけれども、このテータムがねいい当たりをされましたんでね、この目に、合ってましたからね、はい、タイガースは7回の裏スワローズ2人目、山内を攻めて2アウトセカンドに今岡を置いて5番の八木が参入加入、それで5対1、さらに星野はフォアボールを選んで1塁2塁から1打席2打席凡退してチャンスを潰した新庄が今度は左中間へ2点タイムリースリーベース、これで7対1としてゲーム勝負を決めました、スワローズ8回に2点を返したんですが、7対3、5月18日以来タイガースは甲子園でスワローズを破っています。